はい、皆さんおはようございます。じゃあクロケッキーです。はい、というわけで今回もサウナに行きましょう。今回は久しぶりに友人と集まった、気心知れた仲間と分かち合うサウナ、最高だろう。というわけでやってきたのは新小岩。数年前はよく飲みに来ていましたが、今回の目的はサウナ、お酒は二の次なのだ。というわけで到着しました、レインボー新小岩店。元八幡店は何度も利用させていただいてるんですが、新小岩店は今回が初めて。愛してやまないレインボー、これは期待せずにはいられないな。120度近くの灼熱サウナ、今宵も蒸され散らかすとしよう。137の下駄箱も無事確保。よし、幸先のいいスタートだ。サウナに入りたい気持ちをぐっと抑えて、まずは館内着に着替え中を見ていこう。中は休憩設備が充実しており、リクライニングシートがずらりと並んでいる。もちろんカプセルルームも完備、絶品サ飯を食べられるレストランも楽しみだ。サウナグッズもずらりと並んでおり、タオルやサウナハットが販売されています。いやー、もう待ちきれないですね。さて、それではサウナ行ってきまーす。おう！いやー、というわけで今回も蒸され散らかしてきました。やっぱりレインボーは最高なんだと再確認させていただきました。レインボーの代名詞ともいえる超熱々サウナ、室温が120度近くまで上がっており、超ハードコア。3段目まで上がるともはや体がピリピリしてくるくらいの凄まじい暑さが体全身を襲います。この振り切った暑さが虜になってしまうんですよね。アウフグースにも参加したんですが、アロマの香り、これは素晴らしい。ただそれを上回る超強烈な熱波、過去最強ともいえる熱波がとにかくすごすぎて意識を失うかと思いましたね。本当に無理は禁物です。そしてもう一つの楽しみがフクロウサウナ。こちらは暗闇で静寂な空間、こちらはこちらで室温が約90度前後なのでちょうどいい暑さです。ふわりと漂うアロマの香りを楽しみながら、じっくりと己と向き合いながら楽しむことができるサウナ。僕はむしろこの静寂なサウナが大好きで、レインボーの虜になったと言っても過言ではありません。もう一つスチームサウナもあるんですが、まずはこのドライサウナ2つを堪能してみてください。さて、サウナで蒸された後はもちろん水風呂。新小岩店は15度前後と25度前後の2種類の水風呂があるんですよね。キンキンに締めたい時は15度前後、ゆったりと浸かりたい時は25度前後と選択できるのが嬉しいんですよ。もちろん爽快感は折り紙付きです。最後は椅子に腰掛けて休憩。とにかく甲骨感に満たされて大気圏まで飛べます。もう気持ちよすぎてふわーって感じです。まあ何言ってるかわからないと思いますが、とにかく気持ちいいってことです。まずは一度体感してみてください。元八幡店と比べて基本館内や大浴場は新小岩店の方が広い印象です。まあどちらにせよ最高のサウナには変わりありませんので、ぜひ一緒に蒸され散らかしましょう。さあ、今日はオロポではなくビール。キンキンに冷えていて全身の細胞一つ一つに染み渡る、このお疲れ様セットたまんねえな。そして今日のサ飯は豚丼、大盛り無料ということでもちろん大盛りをオーダー、もううまいことを確定。それではいただきます。もう食欲が抑えられない。早速食らいつく。あー、うめー。
しっかりと味の染みた豚肉がご飯を加速させる。これは箸が止まらん。そこにビールを煽る。いやーたまんねー、生きててよかったーと幸せをかみしめる。サウナに入って飯を食ってビールを煽る。人間はこれだけでも幸せを感じられるんだな。もうちょっと痛かったんですが、今日はこれにて帰るとしよう。レインボー新小岩店、いやー最高だったな。次回は一泊して思う存分堪能するとしよう。今回も最高のサウナに出会うことができた。今日もぐっすり寝れそうだ。